1月27日土曜日の全国の天気をお伝えします。徐々に冬型の気圧配置緩むものの、北海道や日本海側では雪の降るところがありそうです。北海道では日本海側やオホーツク海側を中心に雪が強まる恐れがあります。今後最新の情報を随時ご覧ください。あとその他、日本海側、東日本や西日本でも雲が広がりやすく、雨が降るようなところもありそうです。一方で太平洋側ではしっかりと晴れて日差しが届くところが多くなります。日差しが届くところでは日差しのぬくもりを感じられるものの、特に関東などではしっかりと乾燥してくる予想となっています。火の元の取り扱いや体調管理には十分お気をつけください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースよりご覧いただけます。